試合の方お疲れ様でした。お疲れ様です。今大会ですね、全体通して振り返っていただいていかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、選手もそうだと思いますけど、まあ、僕自身も楽しかったなと思います。はい、まあ、その一言かな。まあ、あとは、はい、まあ、今日は残念でしたけども、まあ、競った試合をこうやってたくさんできたってことは、本当選手に対しても選手に対してもそうですけど、まあ、なんか一つ一つのプレーだったり、感情だったり、まあ、ピッチ外のところも含めて、まあ、去年今年とこういうコロナの状況で、なかなか外に出れなかったので、なんかいろんな気づきが選手自身もあったのかなと思うので、まあ、そういう面でも、まあ、一日でも長く、やりたかったなとは思いますけど、今回こういった状況下でですね、はい、ライブ配信の方にもたくさん応援のコメントも、入っておりました。はい、応援してくださったファンの方々、関係者の方々へ一言メッセージだけお願いいたします。はい、そうですね、まあ、グリーンカードさんが、全試合放送されて、もちろん、まあ、こういうコロナの状況で、親御さんもこちらに来れない方がたくさん多いんですけども、まあ、関係者の方だったり、地元の方だったりのご協力で、まあ、こうやって大会が開催されること自体が、まあ、選手にとってはすごい、まあ、うちのチームだけじゃなくて他のチームもすごい、ですかね、ありがたみを感じて、ピッチで表現してたのかなと思いますので、まあ、そこら辺の部分で、まあ、これないからこそたくさんの方がその YouTube だったりその配信を見てくださってたと思うので、まあ、そういうの選手もすごい喋、ってましたので、まあ、感じてプレーしてピッチで表現できてたのかなと思いますので、まあ、伝わっていったので、ありがとうございました。どうもお疲れのところありがとうございました。はい、ありがとうございます。